今からライディングテクニックの特訓をする予定なんだが、この暑さじゃさすがの俺もバテてしまうぜ。なに？これはアレス太一がギャツビーブランドのマンダムと共同開発した専用設計の冷却芯を装水し、走行風を受けることで胸部と背中を集中冷却する新型タイプのリキッドウィンドじゃないか。これがあれば猛暑でもクールにライディングすることができるはずだ。早速装着してやるぜ。チューブがついている専用ベストだから楽に変身ができる。バイクから降りて休憩するときにも便利だぜ。よし、早速使ってみるぜ。おお、これはむちゃくちゃ冷たくなるぜ。この冷却パックを使えば冷たさがさらに長持ちだぜ。今からスラロームの特訓をするのにボタンを押してる暇がない。しかしこのオートマチックモードを使うと等間隔で自動送水してくれるぜ。必死でスラロームを特訓してる間もクール走行できる。なんて便利なんだ。これさえあれば猛暑でも快適にライディングすることができる。もう手放すことはできないぜ。